長野市の共栄電気工業。私たちが快適な生活を送るためのライフラインの施工を行っています。米倉さん、こんにちは。ここは一体どんなことをしている会社なの？私たちの会社は電気や給排水、空調、衛生といった生活に欠かせない設備の施工を行っているんだよ。これまで多くの工業施設や学校、病院から一般の企業様、ご家庭まで幅広い施工実績があるんだ。米倉さんは施工に必要な工事費の見積もりを作成する積算という仕事を行っています。しかし米倉さんにはもう一つの顔が。会社所属の砲丸投げ選手として活動。長野県1位の成績を誇る実力者なんです。私が働いている会社では社員がいろいろな働き方ができるようにサポートしてくれているんだ。だから私も午後3時まで会社で働いてからトレーニングをしているよ。仕事もやりがいを持って取り組めるし、トレーニングの時間もしっかり確保することができるんだ。入社1年目の更科拓磨さんと、入社6年目の渡辺博人さん、去年大きな仕事をやり遂げたチームのメンバーです。とっても綺麗な建物だね。ここは？ここは今年4月にリニューアルオープンする長野県立美術館だよ。ここの電気設備は私たちが手がけたんだ。それはすごいね。でもこれだけ大きな建物だと作業も大変だったんじゃない？電気工事だけでなく、いろんな業種の人が仕事をしているので計画と打ち合わせが重要なんだ。私は昨年入社したばかりでわからないことだらけだったんだけど、日々成長している実感があってとても充実しているよ。グッジョブ君、私たちの仕事は作って終わりではないんだよ。その後の点検やアフターフォローまでが私たちの仕事なんだ。これからもこの美術館が長く愛されるために全力でサポートしていくよ。共栄電気工業では近年、太陽光発電や地熱発電、水力発電などの環境事業にも力を入れています。東日本大震災以後、原発に頼らない再生可能エネルギーをというふうなことで、もう新たな環境ビジネスに積極的に取り組んで、夢の持っていただけるような企業にしたいというふうに考えています。